はい、こんにちは、ちちです。それでは今回は流玉のかけらを求めて星8と星9のモンスター討伐していきたいと思います。じゃあまずここにね、星8のドスジャグラスさんがいらっしゃいますので、前足を破壊して討伐します。前足を破壊するときはライトボウガンの場合はこう地面ですね、こうやって地面を打つように狙っていくと破壊がしやすいです。あ、やられたとりあえずお腹は破壊しましたね。ちょっと前に行って前足を必要に狙います。 OK、 前足来ました。あとは討伐するだけ。よし、こうやって破壊報酬でも流玉のかけらを狙っていくとより流玉のかけらのね確率が上がるんで、なるべく狙っていきたいですよね。どのモンスターがどの部位破壊で流玉のかけらが出るっていうのをしっかりチェックしてから狩猟したいですね。出ませんでした。次行きます。じゃあ続きまして、トビカガチの星9ですね。頑張ります。トビカガチは尻尾かな、尻尾から流玉のかけらが出るはずなので頑張ります。大きい役使って、はい、ここで尻尾に三段を入れてジャスト回避。だいぶ外しちゃってるけど、オッケー、尻尾を破壊したけど、あとは討伐できるか問題。結構外しちゃったんですよね。いやー、ダメだリベンジします。わー、やられた。ダメ、トビカガチ強。あー、やられた、嘘いや、ちょっとトビカガチは今この寒い中でねやるのはちょっとしんどいっぽいので、他行きますね。そうしよう、無理にここねこだわっちゃうと回復力減っちゃうだけなんで、そういうことも大切。危ない。ではドスジャグラス星8行きます。さっきね逃げ帰っちゃったんでね体力も減ってますけど、気を取り直して前足を破壊します。よいしょ、オッケー、お腹破壊ダウン取れたんで、前足埋まっちゃってるけど一応当たってはいるかな。はい、オッケー、前足破壊やりましたさあ流玉のかけらは、じゃあ次行ってきます。では星8のボルボロスさんいるんで、この子行きます。ボルボロスは尻尾かな、尻尾の切断で流玉のかけらが出るはずなので、そこを狙いましょう。よいしょ、これね残裂火炎弾ですから、これを尻尾に入れたい。あ、尻尾に当たんない。よし、尻尾に。泥が外れるとねダメージが増えて結構入るようになるんですけど、あ、間違えた。あー外れる、切れないかな、まだ切れない。下に打って、で残裂を尻尾に。よし、尻尾切れました。さあどうだ。世の中甘くないね。それでは礼儀への星8発見したんで頑張っていきたいと思います。礼儀へのは右翼左翼から流玉のかけらが出るんでね、そこ狙っていきますね。よいしょ、あ、外したオッケー、たはい、右翼も左翼も破壊したいんで右翼を狙いつつ、あ、やられた。
左翼もきっちり狙っていく。オッケー、右翼破壊。じゃあ次は左翼ですね。狙えるかなこれ。ほい、 SP でなんとか削りたい。あ、外したSP 外した。これはちょっと体力的に無理かな。あ、いけた、破壊できたやりました。これは期待できますね。出るかな、出るかな、出て出て、お願い、流玉のかけら。では続きまして、プケプケの星8やっていきます。プケプケは尻尾の切断で流玉のかけらが出る可能性があるので、竜の一夜をね、尻尾に叩き込んでいきたいです。溜まったんだけど、これタイミングが難しいんだよな。よいしょ、タイミングは本当に難しい。方向のタイミングとかできたいですね尻尾をこっちに向けてくれるタイミングがあるのだろうか。行ってみる、試し、このまま貫通して、あーダメだやっぱダメだった。よいしょ、しょうがないですね。普通に討伐しちゃいましょう。ほっ、よし、討伐 OK。 ダメ次行きます。それではアンジャノフの星8がいるので討伐します。アンジャノフの星8は尻尾かな、尻尾から流玉のかけらが出るはずなんですけど、まあちょっとねライトボウガンで破壊するのは大変ですし、 SP も溜まってないんで弓をするわけにもいかない。弓もね、ライトも、よいしょ、尻尾を切れるものがないので普通に討伐しちゃいます。よいしょ、はいはい、頭破壊 OK そうなんですよね、だいたい流玉のかけらって尻尾破壊から出るモンスターが多いんで、やっぱりね、近接で切断属性の武器はそういうとこかなりメリットですよね。さあどうだ、うん、行ってきます。それではアンジャノフ星8がまたいましたので、流玉のかけらゲットしたいと思います。今度は弓できました。これでね、これよ、これこれ、竜の一夜で尻尾を攻撃。あーれー、そっか、これ破壊王じゃないんだ。破壊王レベル5じゃなくてレベル1できちゃった。そう、マイセット少なくて破壊王レベル5を壊して火力特化装備にしちゃったんですよね、ちょうど昨日。あー、やらかしたあら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 、また SP 溜まりますかね、これ。 SP 溜まってくれ。まあ単純に尻尾に入ってなかった説もありますけどね。お、一応溜まった。あ、これは、あ、ダメだダメか。まあでもでも流玉のかけら出る可能性全然あるんでね、本体から出る可能性ありますし、最近もね結構アンジャノフから出たんですよ。ワンチャンあると思ってます。頼む、もういい時間なんだ。ということで、いい時間になってしまったので、本日の流玉のかけらチャレンジはここまでにしたいと思います。この後地元とかでがっつりモンハンナーをやって、流玉のかけら出したいと思います。出ました。あと流玉のかけらが4つで、クロディア弓がグレード10の2まで
行くので、そしたら大連続狩猟の星8のジンオウガが一人で割と楽に狩猟できるらしいので、ジンオウガの固定の大連続狩猟イベントが来るので、それまでには集め切りたいなと思ってます。頑張んなきゃな。ということで今回は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございます。動画良かったよって方は高評価ボタンのポチをお願いします。またどんどんモンハンナウの動画投稿していきますので、チャンネル登録もお願いします。またねー。寒い。帰るぞー。